昨日の吉本漫才劇場でのタケル全員ライブは見た？もちろんしゅ、2時間の内容たっぷりなライブだったしゅ。今年からタケルメンバーが芸歴7年目以下、極みメンバーが芸歴8年目以上に変更になったから、タケルメンバーだけのライブはすごく新鮮に感じられたわね。すごくフレッシュだったしゅ。またタケルメンバー全員でのライブしてほしいしゅ。じゃあそろそろ始めよっか。うん、タマピーとマラットです。お願いします。よろしくっしゅ。このチャンネルは吉本漫才劇場、森の宮吉本漫才劇場、道頓堀笹などを中心に関西の劇場イベントの情報をお届けするという最高の番組なの。さらに芸人のマネージャーさんが普段の裏側や日頃見ることのできない秘蔵映像をお届けしてくれるみたい。今回も動画楽しみっしゅ。早速今週のおすすめイベントはこれ。どれも面白そうっしゅね。ラブライケンはラブおじさん、今井雷八さん、ケント深谷さんによるライブよ。ラブライケンの告知はたびたびこの YouTube でしてもらってるっしゅ。今回もあの人が告知してくれるんしゅね。今回もどんな内容になるか楽しみだね。それではインフォーメーション。はい、失礼します。まっあんたらよー来るでー。いきなり告知チャレンジです。ダンダンさん怒らないでほしいし、略して俺カマの告知をしていただこうと思います。はい。しかしあるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。何回チャレンジさせんねや。これ100回ぐらい読んでるのに絶対噛みますよ、はい、マネージャーさん頑張って。こちらは関西の劇場で行われるライブを告知する情報発信動画となっておりまして今撮っている動画は登録者48万人の吉本興業チャンネルにて流れます。これで黙らせんのやめて毎回。カズと事務所で噛むなあ。まあ、そしてしていただくゲームは、はい、即興あるあるチャレンジです。あるある即興。こちらが出すテーマのあるあるを即興で30秒以内に5個言っていただきます。結構多いよ即興やね。告知も込みで60秒以内なのでぜひ頑張ってください。厳しいな。厳しい。判定は私マネージャーがします。はい、甘めに頼むよ。ではすぐ行きましょう。はい、テーマはテーマお笑いファンです。お笑いファンの。ダンダンさんのお笑いファンあるある気になるし。ですかぐらい、なんでみんなあんなライブ、なんでそんなあなた若いのにそんなに来れんのってぐらい来てる子おる。お金あなたお金満帳じゃないですかぐらい金持ってるんかなってぐらいライブ来てる子おる。普通に立ってる時はあれやねんけど、チケ売りとか始めた瞬間にあのすごい遠巻きから来る。ああ、ひぎだね。ひぎだ。あと、30秒です。一緒にあの私ら追いかけてくれてるから一緒のスケジュールで動いてる時ある。たまに森の宮から移動でとか一緒に過ごしてる時ある。しゃべってて気ぃついたらこうやって携帯で動画撮ってる時ある。ああ、あれちょっといや、あれちょっとドキッてする。内面のスカートよく入ってる。あと全員あの20秒です。誰かめっちゃあのみんなが甘党なんかでやってくれるからスイーツめっちゃ知ってる。じゃあ俺かまの告知もせないから俺かま9月18日19時半から来てー。終わりです。ありがとうございました。どうぐらー。略してオレカマは毎回ロケに出かけてその様子を VTR にしてみんなで見るっていう楽しいコーナーなのよね。僕はももちゃんさんとドンチッチの竹岡さんが2人で出かけた旅行の動画が好きだったっしゅ。わかるわかる。あ、次の VTR も届いてるみたい。それではインフォーメーション。いきなり告知チャレンジです。はい、今から、万劇コント塾の告知をしていただこうと思います。はい、しかしあるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。はい、そしてその告知をかけてしていただくゲームは、はい、ビートリー相方のいいところチャレンジです。あー、なるほど。今からシスターさんにはお互いのいいところをしりとり形式で交互に言っていただきます。はい、で制限時間、60秒以内に合計10個、1人5個ずつ言えたら、残り時間で、告知していただけることが。ここもちょうど5個ですわ。しりとりなのにちょうど5個は大丈夫なの？でもしりとりやから、ね、じゃあいっぱい出しりとり。それでいきますね。用意スタート。シスタンターからね。じゃあターから。食べ物が好き。
リズムに乗って答えていくし。悪くない。いっぱい食べる。ルビーとか似合いそう。装飾品。装飾品？うんで終わってるわよ。寝る。ルビーとかエメラルドとか装飾品は似合うけど、それもネックレスとかでも似合いそう。うどん好き。答えづらい文字でしか回ってきてないっしゅん。きれいな手。残り10秒です。残り10秒、あと2個。手羽先好き。手羽先好き。きなんで木攻めやねんこいつ。きれいな髪。終了ね。いやちょっとこれ違うわ。なんなん、ルゼメとキゼメ。食べ物で攻めて、その手羽先が好き、うどんが好き、そのみんな好きやろ。え、これ告知どうなる、はい、チャレンジ失敗ということで。いやいや、終わりですか。終わり、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。食べ物攻め面白かったわ。語尾がキとルしかないのかわいそうだったっしゅ。途中でうんって終わりかけたの危なかったわ。しりとり自体が弱かったっしゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それではインフォーメーション。いきなり告知チャレンジです。ナイパチさんだ。今からラブライケンの告知をしていただこうと思います。はい、しかしあるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。はい、どこで撮ってんのこんな狭い。すいません。場所がなかったっしゅ。ザのザザポケットとザザハウスの隙間で撮らされて何ですか今回のチャレンジは。告知をかけてしていただくゲームはスクワットチャレンジです。スクワット。今井さんの趣味が、筋力トレーニングということで書いてますけどね。今から20秒間スクワットしていただきます。ダイパチさんといえば筋トレチャレンジが恒例になりつつあるわ。行きましょう。一番スクワットしにくい場所やね。ここ行きます。よーし、までスタート。はい、お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。残り10秒です。スクワットのフォームが綺麗一瞬。13、14、15、16、17、18、19、20。はい、ありがとうございました。1秒1回ということで20秒間告知。20秒間お願いいたします。はい、よーいスタート。9月3日日曜日に森の宮の漫才劇場でラブライケンという僕がとケント深谷とラボーズさんで組んでるユニットトリオの、ユニットライブがあります。18時半からです。そしてチケットは1200円。ぜひ皆さん、たくさんの人に見て僕たちのネタを見てほしい。お願いします。見に来てください。ちょうどです。ありがとうございました。言い切れたの初めてです。すごいっすね、マジで。ありがとうございました。ありがとうございました。何度目かのチャレンジにして初めて告知を言い切れたわ。告知時間ぴったりだったっしゅ。ライパチさんの筋トレシリーズ大好きだから、これからも続けてほしいな。次のライパチさんの告知時のチャレンジが楽しみっしゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それでは、インフォーメーション。お疲れ様です。お疲れ様です。チェリー大作戦のお二人、はい、こちらいきなり告知チャレンジです。はい、今から9月に行われますボスの告知をしていただこうと思います。しなくても、はい、失敗しない。はい、しかしいつもやっていただいてます。チャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。なるほど、やりますよ。はい、こちらの動画は登録者 48.6 万人の吉本興業チャンネルにて流れます。絶対満席になるやん。たくさんの人に見てもらえるかもしれないから頑張ってね。9月2日の土曜日の、ちょっと待ってください。前売りが1200円。フライング告知はダメっしょ。その告知をかけてしていただくゲームは、相方の直してほしいところチャレンジです。何してほしいところ、はい、今から熊瀬さんに胸安さんの直してほしいところを、はい、3つ書いてもらいます。で、その内容、制限時間60秒以内に胸安さんが熊瀬さんの書いた
直してほしいところを当てれたら残っている時間で告知することができます。なるほど、はい、1個でも答えたらいい。はい、大丈夫です。すごい筆が滑らかに、あーとか言って進んでるんです。いやもう全然ないけどね。早いね。あれスラスラ書き始めてるわ。はい、早いなって。いや掘り出しました。もう、はい、ない。早いカットせんでいくらい早かった。いや先輩ですから、やっぱもうそんななんか直してほしいところなんだ、ね、正直言ったら1個もないんですけど、うん、絞り出して。では行きます。はい、よーいスタート。わかりました。夜に急にコンビニっていっぱい飯買って食うところ。違います。知りませんし、そのそのが夜やったら分かりますけど、一緒に住んでる僕はその知らないので。夜中の森保さんは分かりました。あ、布団を引きっぱなしにしてる。違います。いや別にまあまあまあ、そのね、新しく敷き直した方が多分ね寝やすいでしょう。残り30秒です。あ、やばいやばい、ほんまにやばい。分かりました。はい、かまちゃんにもらったダメになるソファーをリビングに放っておいてる。まあまあまあ、それも嫌ですけどね。違います違います。やばい、時間ない。残り20秒。あ、洗濯物 のジェルボールボールみたいのを毎回2個入れてるから、それ多いんじゃないですか。残り10秒。家の中のこと僕知らないですよ。そんな家も行かないし。6ちょっと5個ぐらい。4 3 2 1。終了。チャレンジ失敗。ちなみに鎌田さん何を書かれましたか、発表お願いします。言いたくないけどな、そうなってきたら。確かに当たらんかったし。何何、まずシャドーボクシングようやってはるんですよ、楽屋とかでも。お見かけします。シャドーキックね。いや知らないですよ。蹴りもやってるんですけど、最近ただでさえ見た目怖いのに後輩たちが怯えてるんで、ちょっとこれやめてほしい。あ、なるほどね、うん、あとお笑い頑張りすぎね。あ、もうこれもほどほどにしてほしい。なんかあんま寝れてない時とかあるから。ちょっと僕らがこうなっていくかもしれない。ちょっとほどほどにやってほしい。 あと競馬ですね。一緒にね競馬の YouTube やってるんですけど、僕14年ぐらい競馬やってるんですよ。でも全然当たってない。で森保さん言って競馬ちょろちょろやるぐらい知識がないっていう、ちょっと当てすぎなんですよ。3つ目が一番直してほしそうし、緊張せなくなる。はい、まあでもまあまあしゃあないよ、僕は雑賀の何人10人のボスを来てほしいですけどね。ありがとうございました。今回のやつね、森保さんのプライベートがいっぱい知れた動画だったね。鎌田さんが森保さんのこと心配してたの素敵だったっしゅ。無理やり告知もしてもらっちゃったね。チャンネル登録者数を信じるしゅ。どの動画も面白かったね。これからもどんどん動画が届くみたいだから、ぜひまたチェックしてみてね。もっと芸人さんのオフの姿見たいっしゅね。次はあなたの推しが告知動画に現れるかも。来週は9月2日配信だよ。見ないと怒るしよ。もちろんチャンネル登録もお願いね。それじゃあバイバーイ。